岡崎富子は、日本の政治家、アナウンサー。衆議院議員、参議院議員、文部政務次官、参議院総務委員長、参議院災害対策特別委員長、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣、民主党副代表を歴任。1944年に、福島県福島市で生まれた、福島県立福島女子高等学校卒業。 1962年、ラジオ福島に入社し、アナウンサーを務める。1967年に、東北放送へ移籍し、希望音楽会、子供音楽コンクール、歌のない歌謡曲、クイズ、宮城東西南北等の教養、娯楽番組や、毎年終戦記念日の前後に放送される、反戦平和が、テーマの特別番組などを担当した。また東北放送では、 同社労働組合の副委員長を務めた。1990年、東北放送を退社。同年2月18日の第39回衆議院議員総選挙に日本社会党公認で旧宮城一区から立候補し、初当選した。1993年の第40回衆議院議員総選挙で再選。1994年、村山内閣では、 文部政務次官に任命された。1996年、社会党の回答に伴い、その後継政党である、社会民主党へ加わって、副党首に就任するも、間もなく離党。同年、新党先駆けを離党した、菅直人や鳩山幸男新新党の鳩山国を、元北海道知事の横道高博らが結成した、旧民主党決闘に参加し、東福代表に就任。 しかし、決闘直後の第41回衆議院議員総選挙では、民主党公認として、宮城一区から立候補するも新進党の愛知和夫に、敗れ、落選。1997年、自由民主党の市川一郎の辞職に伴う、参議院宮城県選挙区補欠選挙に立候補し、参議院議員に当選。2001年、第19回参議院議員通常選挙で再選。 2004年9月、民主党副代表に就任。2007年7月、第21回参議院議員通常選挙で参戦。政権交代後は、民主党宮城県連代表として、宮城県建設業協会との関係強化を深めたが、第19回宮城県知事選挙などで敗北が続いたことを受け、2009年10月30日に代表を辞任。 2010年9月の民主党代表選挙では、現職、菅直人の推薦人に名を連ね、選挙対策副本部長を務め、菅の再選に尽力。選挙後の内閣改造により発足した菅改造内閣で、国務大臣に就任。国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣に任命され、初入閣。菅再改造内閣では再任されなかった。 2011年1月、民主党副代表に就任。合わせて、党中央代表選挙管理委員長に就任。2012年12月民主党代表選挙では、海江田万里を支持した。2013年7月21日の第23回参議院、議員通常選挙では、みんなの党の和田正宗に5000票余り及ばず、得票数3位となり落選。 2016年2月まで民主党宮城県連の最高顧問を務めた。2017年3月19日午前、肝機能障害により仙台市内の病院で死去。万73歳没。2001年3月14日、内閣総理大臣森吉郎の問責決議案の答弁に立ち、森政権下で起きた数々の事件や問題を挙げて、 あなたがこの事態を深刻に受け止め、リーダーシップを発揮して立ち向かっている姿は全く見えてこないと非難し、森内閣が推進していた教育改革についても様々なスキャンダルを引き起こし、真相究明から逃げているあなたがどんなに立派なことを言っても子供たちは絶対にあなたの話を聞かないだろう。あなたには教育をする、教育改革を語る資格はない。あなたにできる。 唯一の教育は、静かにこの壇上から立ち去ることと非難した。ありがとうございます。